今日だから、あもうめっちゃ面白いよ。だからめちゃくちゃ最近ちゃんと読んだ本です本ため。はるみさんこんにちは。それでは本ため始めていきましょう。たくみです。あかりんです。最近読んだ本、イエイ、ジャンルです。ジャンルです。ということで、最近本読んでますか？もちろんですよ。同じくです、はい、まあその中からね、確認だった。忙しい時もあるかもしれないから。そうそう、忙しい時もあるかもしれないけど、だいたい毎日何かしら読んでますよね、うん、そうですね、うん、まあだからその中でも今回はじゃあ特にね、うん、その3作品ずつ、はい、まあ、3冊ずつ紹介していければなと思うんですけども、はい、本ため先行後攻どっちにしますか？たくみさんから。じゃあ OK です、はい、はい、でいきます。1冊目、はい、こちらです。ドン、テンプレート式脱出ゲームの作り方。え、とうとう作る方、え、はい、作ろうとしてるんですか？それ前に欲しかったんですけど確かに確かに確かに、うん、爆弾企画の前にそれ欲しかったんですけど、やっぱ僕はね、子供の頃からね、うん、いいなと思ったものはね、うん、どうしても作る側に回ってみたくなっちゃうんですよね。そういうタッチでして。あ、そうなんですか。そう、予備校講師の授業、うん、すごいな、うまいなって思って、うん、やりてーなるのと同じでやりたくなっちゃうんですよね。そうなんだ。ここの1年間の僕の目標は脱出ゲームを自分で作ることです。へえ。ってことで、脱出ゲームを作るという観点の唯一の本、これ見つけました。探してたわそれ。ありがとうございます、書いていただいて田中さんありがとうございます。田中さん、田中さんありがとうございます、はい、スマホのアプリとかはね、脱出ゲームたくさん作られてる方らしいんですけども、まあそれで実際にどうやってね、ストーリーを作ったらいいかとか、うんうん、謎の作り方とかの、まあ、テンプレートでね、うん、入っていて、で最後にそのテンプレートにのっとったシナリオが一つ書かれているというタイプの、本当に作るためだけの人のやつ。じゃあそれ、これ一冊読んだらじゃあ作れるじゃないですかって言ってます、うん、あら、はい、ストーリーはそんなに難しくないって言ってる。なるほど、ね、でこれは本当にテンプレートをくれてる、うんうんうん、面白いでしょ、うん、こんな本があるんです、この世に。じゃあ匠さんもそれで、はい、いずれちょっとこの1年間で自分が作った公演をどっかでやってみたいですね、うん、あらまあ、はい、そしたらじゃあ遊びに行けますね。はい、ぜひ、はい、最初にデバッグで来てほしい。じゃあデバッグ、デバッグ、試しプレイで来てほしい。ああ、ミスがないかどうかのやつ。確かに。ということで、これがもうちょっと、はい、面白そう、すごい素敵な本。じゃあ、まあかりんの1冊目こちらです。松浦理恵子さんの光文集って小説なんですけど、これね、なんかもうここに書いてありますけど、新たなファムファタールって書いてあるじゃないですか。もう聞いたことないわその単語本当ですか、うん、なんかファムファタールって俗に言うどんな人も好きになっちゃうような、こうなんていうのかな、魅惑の女性みたいなのニュアンス。ファムファタールって言うんですよ。ファムファタールって言うんですよ。初めて聞いた。本当ですか嘘日本語では浮かぶよ。魔性の女、そう、魔性の女的な感じのニュアンスかな、うん、こうどうしても男性とかも女性とかも含めてこうなんか逃れられないこの人からはみたいな女性のことを言うんですけど、はい、そういうのって基本的にやっぱそういう女性で想像するとめちゃくちゃこうなんか色気もあって、うん、どこかミステリアスでみたいな女性を想像しやすいんですね、うん、で私もそういう女性が出てくるお話なのかなっていうふうに思ったんですよ、うん、これ大学の、学生演劇やってた人たちが、うん、その同じ劇団の中にいた一人の女性を全員が好きになっちゃって、一、うん、人ずつと付き合って一人ずつ別れていくみたいなお話なんですけど、それをその女の子のことを好きになっちゃった人たちでこんな子だったねみたいな話をみんなしていくみたいなので、すごいね、この文集っていう形を取ってる作品なんですね。変わってる。そう、でもそこで出てくるこの、光さんっていう女性がファムファタルなんですけど、うん、彼女はすごく別にこう色気がバンってあるとか、うん、すごいなんかミステリアスな女性っていうよりは、うん、必ず一人一人にすごく寄り添ってくれて、うん、彼女がいないとどこか自分がこうダメになっちゃうみたいな。なるほどね。その優しさ、罪深い優しさ、優しさで魅了していくの。そうそうそんな人いる。そうそう、いや、いるって思うじゃん。でもいたわ。あ学生の時はファムファタールだったんですか。全然声ちっちゃ、声ちっちゃ、ピンマイクじゃなきゃ拾わないよ拾ってくれたかギリギリわかんないぐらいですけど、全然あかりんはね、本当にこじらせた女の子でした。はい、はい、ということで、たくみさん2冊目お願いします。はい、ありがとうございます本ため。では私の2冊目は、はい、こちらです。あら、猫ひねり問題を超一流の科学者たちが全力で考えてみた。YouTube のタイトルみたいな、ね、かわいい表紙これ翻訳、日本語訳なんですよね。あ、そうなんですね。海外の本の、うん、僕ね、ちょうどね、うん、猫ひねり問題っていうものの動画をね、作ってたんですよ。あら、これ物理のね、問題なんですけども、準備してた時に本が出ちゃった
どうしようと思って、とりあえず自分が知らないこと書いてあったら怖いから買って読んだ、はいはいはい、だから最近読んだ本に入ってるんですけども。あ、なるほど。猫ひなり問題って知ってます？なんかあれ、あの落ちてきても絶対着地できるみたいな。そう、足から必ずね着地するっていう、ね、すごいね不思議なことなんだけど。あ、不思議なことなんですね。100年ぐらい物理学者、天才物理学者たちが悩んだという話の、これ歴史の本でした。あ、そうなんですね。結構内容ハード。へえ。そう、猫はね、あの回転せずに落ちた時も回転自分から生み出して降りるのが不思議なんですよ。回転って元から最初にちょっと回転してたら回転するのはありえるんだけど、うん、はいはいはい、回転してないものが例えばボールとか落とした時に急に回転するとことがないんですよ、うん、あー、なるほど。それストンっていくはずってことですか？そのまま。そう、回転っていうのは無から生まれないから。でも猫は無から生み出せるよね、なんででしょうっていうのが100年ぐらい解かれなかった。なんかギルンってやるからじゃないですか。そう、猫の、ね、体が柔らかいからとかいろいろポイントなんですけども、うん、結構ね難しいんです、物理的には。なのでね、これ知りたかったら僕の動画か、ね、もしくはこの本です。なるほど。なんか動画見てからこの本読めばベストみたいな感じですか？これね、分厚さ、分厚いすごくね、これ本当に全部猫の話です。結構可愛い表紙ですけど、ね、ガチなんで、へ、はい、興味ある方すごいですね、はい、ね、なんか間違えて買っちゃいそう、そのちょっと興味ある人とかね。確かにガチガチよ、もうこれは面白そう。猫ひねり問題です。ちょっとね、今回はあかりにね、ちゃんとんジャンルレスで持ってきました、はい、なので小説じゃありません。こちら強ガールっていう朝比奈翔さんっていう方の漫画なんですけど、これね、知らないです。この強そうな髪の毛の女の子、髪の毛がまず前髪が金髪と黒、うん、でしかもこの子本当はなんか腰ぐらいまでのストレートのロングで、めちゃくちゃお洋服とかも強めな女の子なんですよ、うん、こんな強い格好してたらお友達とかもあんまできないよみたいな、ちょっと怖い人に見られそうなぐらい強いファッションが好きな女の子なんですけど、うんうんうん、でも実はすごい繊細な心の持ち主の子で、普通にお友達とか欲しいんだけど、でも私はこういう強めのファッションが好きだから、そういうファッションをして生きていくぞってするゆきちゃんっていう子のね、はい、女の子は主人公の可愛らしくもあり、ちょっと笑える要素もありっていう、なんかコメディ漫画なんですよね。なんか私はやっぱほらお洋服が好きだから、なんかそのおしゃれさんが出てくる漫画って好きなんですよ。このなんか朝比奈さんの書いてる強ガールに出てくるゆきちゃんの格好とか、お友達のこの格好とかファッションが本当にちゃんと可愛くて、ちょっとこの作者さん、なんか朝比奈さんもお洋服好きな人なんだろうなっていう風に、なるほど、思ったんですよね。やっぱそのお洋服こういうの着たいけど、でもこういう格好してるとちょっと怖い人に思われるんじゃないかなとか、あかりも思うんですよ。あ、思うんだ。思いますよ、やっぱちょっとなんか真っ黒の格好とか、ぬいぐるみとかついてたらね、ちょっと友達になりたいかな、知らない状態見たら怖いかもしれない。そうそう、ちょっとびっくり、慣れちゃったからな、ね、うん、もう慣れてたらね、あかりって知ってるから。そうそうそう、だから逆になんかそういう強めの格好する人に対してびっくりしちゃう、ちょっとうってなっちゃうような人が読んだ方が楽しいかも。本当だ、服装がそうおしゃれじゃない、何種類も出てくるわ。そうそうそう、漫画のキャラは普通一種類の服着るのに。そうですね、本当にそうですもん、ね、そう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 、あ、でもね、あかりんっぽいね。でしょ、うん、そう、服がね、めちゃくちゃあかりんっぽいですね。そう、これ1巻持ってきたんですけど、2巻とかぐらいまでしか出てないから、うん、読みやすいんで。いや、なんかすごいな、あんま見たことない絵のタッチ。そうそうそう、かわいいよね、おすすめです。はい、ありがとうございます。では私の3冊目ですけども、はい、私ですね、3冊目小説を準備しました。あら、はい、嬉しい、はい、空白小説ですね。空白、これね、コンセプトを聞いたら絶対興味持つと思うんですけど、うん、ちょっとね、表紙見てほしいんですけど、うん、我が輩は猫である、うん、名前はまだないっていうね、文字が書かれてるんですけど、はいはい、真ん中これブランク、空白なんですよ。あー、本当だ。ここを埋める小説集です。へー。要するに我が輩は猫であるから始まって、名前はまだないで終わるような小説考えてください、うん、え、っていうのが、はい、そのなんか有名な一文をこう分けて、その真ん中にお話を一個入れちゃえってことなんですね。はい、だから空白小説で、なるほど、だから本当にそのまま使うパターンもあります。我が輩は猫である丸で、真ん中のストーリーを考えて、最後にどういう何らかの意味で名前はまだないが来るわけですね。なるほど。今日だから、あ、もうめっちゃ面白いよ。
どうコンセプト聞かなきゃ分かんないでしょこれ、うん、面白さが。だってもう今これ1話目今パラッと見て把握しましたけど、うん、お話の内容分かったし、なんとなくそう。めっちゃおしゃれなその名前はまだないの使い方してる。はい、ちなみにどんねん返しもたくさん含まれます。要するにいや結構やりやすいから。まあ確かに終わり、ね、名前はまだないっていう振りがもうあるんで、うん、あここで名前まだない使うんだっていうびっくりがあるんで、うん、いっぱいどんねん返し入ってます。で作品によっては、うん、そのあノートの文章をこうやって使うんだっていうのもあって、うん、例えばこういう我が輩は猫である前に一匹の父親であるみたいな終わらせなくていいんですよ、うんうん、必ず冒頭のその言葉だけが、面白いでしょ。面白い、ね、もっと面白いこと見せてあげる最後に、うん、なんか協力のところに呼び乗り匠って書いてあります。こんな面白い本さ、うん、協力依頼されたら協力するでしょ。何を協力したんですか。長尾結構ね何作品かね、うん、サイエンス寄りのやつがあるんですよ。科学的な話があって、それのまあその監修みたいな感じで入らさせていただいたんで、はい、だからめちゃくちゃ最近ちゃんと読んだ本です。何週も何週それはそうだ、何週も読んだ。へ、はい、じゃあそれはこれも読んでみたい。これ読んでほしいから貸します。 ありがとうございます、はい、やった借りました。空白小説、はい、でした、はい、3冊目めちゃくちゃおもろい。やった仕掛けが本ため。じゃあ次あかりん最後、はい、こちらです。雑誌ブルータスカーサー日本の現代アートメーカー100。おーこれ現代アートってもうもやだからそういう話ってことか。そうこれなんかね、これあのまあもう皆さんご存知であろう村上隆の作品なんですけど、それがまあ表紙になりつつ、日本が世界に誇る現代美術作家100組が載ってる雑誌。おーこれね、なんか本屋さんでさ、こうやって置いてあって、あ、村上隆じゃんってなって、でそしたら表紙にいっぱい作家さんの名前載ってて、うーん、あ、これ、ちょっと買わなきゃと思ってすぐ買って読みました。今、こう世界でも活躍されてる現代アートの作家さんたちもだし、結構若手の人とかもいろいろ取り上げられてるんで、これ一冊読んだらね、大体現代アート語れますわ。すごい得。そうオールカラーや。そうですよ、作品も載ってるわけですね。載ってます、載ってます。載ってる、有名なものも載ってるし、見たことあるやつある、インタビューとかも結構載ってて、うん、これ面白いわ。いいでしょう。いい加速感借りようこれいいわ。雑誌でアート楽しんでるんですね。そうですね、やっぱあのざっと見れるんで、そのやっぱほら、うん、現代アートって結構絵だけじゃなかったりとか、うん、インスタレーションってその場に行ってみないといけないやつとかは、うん、地方とかでやられるとね、見に行くのが結構難しかったりするんで、写真とかだとね、またそのちょっとだけ雰囲気を味わえるから、うん、それで見て、こういうのでね、リサーチできるんだね。そうしてますね。ぜひ気になる方はお手に取ってみてください。はい、ハンタメ本日も6冊ご紹介しました。はいはい、ということでね、まあこのコーナーね、好きだよという方はね、うん、たくさんコメントいただければ、我々もね楽しい本たくさん3冊ずつ毎回紹介しますんで、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。ということで今回の動画が楽しいなと思った方はですね、チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。お願いします。で、公式のツイッターアカウントのフォローもよろしくお願いします。ね、結構フォロワー増えてきましたね。増えてきてる、うん、ということで、はい、皆さんぜひよろしくお願いします。お願いします。それでは次回またお会いしましょう。さよなら、バイバイ。付録用にね、いつもどれいいですかって聞いてるんですけど、借りちゃった、終わっちゃいましたね。ね、D に貸します。確かに D に今、え、まあ、もしかしたら爆弾終わった今、またなんかあるかもしれないし、今後もよろしくお願いします。ありがとうございます、ね、だって楽しかったもんね、はい、脱出ゲームね。じゃあいつか、たくみさん作って赤いのそれを解くっていうの、ね、まあ、全然、はい、やりたい、はい、助っ人呼んでもいいんで。確かに、誰かミステリー作家さんとかと一緒に、あ、すごいいい企画、いい企画だそれは、ね、やりてー、やりてー、ミステリー作家閉じ込めてー